はい、皆さんこんにちは、アチでございます。ヒーさんで三国志13後日談ですね、やっていきたいと思います。もうヒーさんいませんけどね。さあ、どん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 減っていってます。この人、可否の対象なのか。芝燕さんも対象でしたね。っていうかもうほとんど、孫寛さん、孫寛さんかな、対象になってんだね。いやー、294年まで持っていきたいね。はあはあ、体調崩してしまうとはなさか。あ、来ました。来ちゃいました。いともあっさり来ましたね。もうですから寿命延長で伸びてたんですね。私ね、寿命がね、もうすでに。こうなったか。はい。さあ、じゃあ、このパートで。でもこの人ね、病気になっても全然わかんない。どんだけ辛いのかなっていうのがわかんないね。知力がね、知力は補正入れて70ぐらいでしたよね。ですからまあ知力はだいぶ下がってますけど、さあ、私はどうなるんだ。どっちが先に分かるんだろう。勲章の方が先分かるのかな、それとも継ぐ方が先なのかな。勲章が分かったら狙い撃ちできるからいいけどね。まあそこがね。でまた勲章がお亡くなりになったらまた有力者とちぎっていかないといけないね。そういう感じになると思いますんで、どうだろう。秋まで持つかな。いや、持つ。293年まで持つかな。おお、召喚さん、お疲れ様でした。いやいや、あららら、劉備さんも、あらららららら、私は、いつもあっさり。はい。お、え、はい、継がせましょう。陽花さん、今週になっちゃったんだね。仕方がない、陽花さんでやらないといけないね、これね。まあ、陽花さん、能力いいからいいけどね。はい。あなたの意思、この陽花が引き受け継ぎますわと。はい、遺品が届きましたと。で、これまた、あ、霊利狡猾なんだね、私ね。もう50何万あるからいいか。で、寿命延長が、あ、1個どっか行っちゃってる。まあ、あ、同志がいない。同志が、おお。あ、東海さんとはちぎってんだね。あ、そうだ。うちの神様いたね。おお。なるほど。あ、一応嫁さんか、これ。あ、ということはやっぱあれだね。絆レベルが高くて、絆レベルが高くて、あ、そうだ、涼花さん亡くなったから、そっか。一番、影響力だっけ？影響力じゃないね。なんだっけすごいね、もう優位実績5000、これマックスなんだね、きっとね。ああ、でもすごいね、張翼さんの今度血筋が、もう79歳なのか。またどんどん入れていきましょう。私の子、あ、親子、あ、この2人私の子なんだね。ああ、そういうことなんだね。じゃあちょっと決定して、始めるぞ。はい。で、またこれあれだね、同志枠だね。あ、もったいないから、うちの息子にさせよう。よろしくね。そう、じゃ あ、これを逆手に取れば、これを逆手に取ればですね。あ、バンイクさん、もうダメなんだね、きっとね、これね。さあ、またちょっと仕切り直しになっちゃいますけど、愛東海さんからまさに意気投合というとこですね。あ、女性だね、よかった。いいこと思いつきました。これ親子だっけ。これ親子だね。私ここにいちゃまずいから、またご上限行きましょうか。行くわよ。でもちょっと待ってね、この次を考えるとですね、部署、
いや、ごめんなさい。こっちの部署だね。次を考えるとですね、功績じゃなかったね。影響力だ。あ、存在感だ。引き継ぐんだね、これ。いきなり3万に増えちゃったような気がします。ああ、じゃあ次この子か。ほう。あ、豊さん病気だ。ああ、次娘っ子になるのかな。あ、でも娘っ子2だもんね。難しいなぁ。え？なんだろう。一応考え、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと考えましょう。嫁さん友達の嫁さん友達の息子に手を出すのか。嫁さん友達って言い方しちゃ変だけど、同じ妾さん、妾さんという言い方も変だね。どっちが本質か分かんないからね。だからひーさんの、そうだね、この子とちぎるのかなこれ息子だもんね。男の子言ったらそうなっちゃうから、この子ちょっとね、残念ながら君主の争いから漏れちゃったんですけど、親子のレベル2で組めるのかな。あ、子供だからいいのか。あ、子供だからいいのか。なるほど、わかりました。じゃあこのまましばらく放っといても大丈夫だね。ということは私それほどちぎらなくていいと。あ、でもこの子ちぎってないね。せめてこの子はちぎらないといけないね。あ、でもこの子一番若い子かな。あ、でもこの子だけちぎっときましょうか。ここで時間切れ。おー、バンイクさんね。あー、お別れです。バンイク、どうか安らかにと。妖精さんとのね、あ、ごさんさん相変わらず強いね。はい。で、まあ親子のちぎりがあるんですけど、保険かけましょうか。あ、でも次土屋さんがアウトになっちゃうと、まあでも届くなしでもいいか。もう、あ、でも届くは一応いるか。いた方がいいね。彼女、はい、一応彼女も保険でちぎっときましょう。あんた強欲じゃなかったっけ。あ、なかったね。でも酒好きなんだよね。もううちの子大抵みんな酒好きだからね。ありがとうございます。はいはい、なんだい。あ、探検奪われたのね。じゃあ取り返していきましょう。ああ、ほんとあの龍泉さんしんどかったねあの子、あ、こんだけでも全然能力あるわ。はい、天水行きましょう。やれやれね。あ、やれやれねって言うんだね。はい、さあここで調査しましょうね。始めましょう。一騎打ちだね。あ、でも私たんまり持ってっから。あ、ブルーで99もあるね。で、一気が3ありますもんね。防御、攻撃、どうだろうね。必殺、攻撃、防御かな。いやんって言うんだね。てか普通にやればよかったかな。お、あなたじゃ物足りないの。もうこれぐらいの差があったらね、全部攻撃でやったら楽勝に勝てるとは思うんですけども。さあ、やれやれね。はい、ね、もう一括して取り進みましょう。もう論破でね。さあ、秘書さんでよかったかな、この子。
ヒサなんて読むんだろうね。はい、とりあえず保険でちぎれました。まあとりあえずこれでいいよね。あと親子の絆があるんで、一番最年少の子がね親子なんで、とりあえずこれでいいでしょう。さあ、じゃあ五条弦いきましょうか。あ、そういや龍泉さん五条弦で亡くなったんだね。はい、とよっこいせー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 。報告します。はい、であまだいけるかい。あ、東海さんまだ、あそうだ、いけるのはそらそうだわ。人減っていくからね。ねえ、どうしようか、開いちゃうんですよね。あ、もうダメ？あ、ダメだね。で、あと、となると、もう今更感があるんですが、懲罰の感触。もういっぱい、いっぱい空席ができるんで、どん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 上げれますね。さあ、送っていきましょう。これはまずい。294年まで行きたかったんだけど、ちょっとドタバタしちゃいましたね。はい、なんか事件あったかな。あー、ドゥーさん回復したね。あ、大丈夫だね。さあ293年に向けて行きましょう。はい、屋敷の拡張ができました。でもう一発入れときましょう。報告します。あとでも呼べる人いるのかな。いや、あ、これ、うん、この子だけだね。あ、そっか。いや、もう私は結婚しなくていいよね。未亡人でいいよね。もう未亡人でいいね。さ、やりますね。誰これ。あ、孫秀さん。はいはい。何人いますかここ。あ、まだ2人いるね。よかったよかった。はい、300年まであと8年。もうあと7年になりますね。はい、293年になりました。はい、はい、小さんさん頑張りますね。お、何もなかったね。はい、はい、東海さん、東海さん、あ、お、お、ん？ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あとはダメなんだね、ダメなんだね。あ、いけるね、一人ね。この心配なのがね、彼、大丈夫かい？全然、あ、100あるのね、一応。100あるのね。もう3代目ですね、食の国も。盆長かったね。龍泉さん、あっちゅうまだったね。あっちゅうまでもないけど、それほど長くはなかったね。よいしょ。報告します。もうでもね、私もそれほど長くないと思うんで、もう80ですよ、陽花さん。ね、はい。またなんか悪くなってきちゃった。はい。え？ああ、東海さんまたダメだね。さあ、どうしようか、どんどん行っちゃいましょう。報告します。はい、東海さんと黄金さんかな。さあ、どうしようかな。いや、もう、あ、東海さんもダメなんだよね。ダメなんだけど、
さあ次誰と得にしようかな。はい、陳寿さんね、じゃあね、時間の方が良くなりましたんでこの辺で終わっておきましょう。ひいさんで三国志13後日談ですね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。